いやー、マジかー。辛いね、なんか。そっかー、耳が。どうしたんだい、秀一郎。ああ、ずっと一人だったものな。そうなんか。彼。ああ。ということは。理解か。恋とはそういうものさ、秀一郎。濃いね。どうしてあの女の子はびしょびしょなんだ。とんでもなく難しいクイズだぞ。あれじゃない、トイレ行って上からバケツでとかじゃない。B 等食をください。何言ってんだよあんた。そんなびしょびしょじゃ食事はあげられないんだよ。あそこにも書いてあるだろん？不潔。出したらこっちがどやされるんだ。ほらほら、あっち行った。そろそろ食事の時間だ。全員着席するように。どうした？先生、床が濡れていたのできれいにしました。そうか、偉いぞ。とっとと座れ、 HQ ども。喫食。こびるね。ああ。くそ、笑いすぎて飯食えねえんだわ。頭からつま先までずぶ濡れでさ、まるで全身浄水器じゃ。だろうな。それはいじめだね。刑務所っていうのはある意味で学校より狭い空間だからね。そういうこともあるの。強い者が弱い者を喰らう。プリズンは残酷な世界の縮図だよ。まあなー。そうだね。けどこれが現実だね。自分の犯した罪を誇って、その大きさでランクをつける。とてもくだらないですが現実。本当だよな。そういうのがあそこにいるような連中。まあやっぱこいつらか。暇だってだけで誰かをいびり、ストレスが溜まったってだけで相手を貶める。そうやってしか生きていけない人間もいる。だからプリズンで簡単に人を信じてはいけないの。これってでもランちゃん、それはほら、心で感じるんですよ。目と耳が悪くなってから私は雰囲気っていうのかな、そういうので相手の場所が分かるようになったから。危ない危ない、ただくっつきたかったからついた嘘がバレるところでした。
わってはいけないんですよ。ちょっと可愛い小言が聞こえましたね。目はじゃああれなんだ、もともとメガネだからって思ってたけど。でもね、あの人たちが言っていたことも本当。このプリズンは危険なところ。自分が弱ければ強者に頼る。そして強者は弱者を食い物にする。あれってことはくっつきたかったからってことは耳ももしや。どうなんだろう。耳はでもあれなのかな、さすがに。それが普通なんだよ。大抵の人間が一人ぼっちじゃ生きていけないの。だから君も守ってくれる仲間を作った方がいいよ。仲間か。え？ああ。罪を償うって。秀一郎君は自分が悪いことをしたとは思ってないって。芸術活動、その真意が気になるな、本当に。まあ相手の気持ち、ペス。若いのにいろいろ考えてるんだね。たくさんの感情を抱えながらいっぱい。あるよ方法なら。一つだけ。こういうのもね、結局格の問題なの。相手が舐めているからちょっかいを出されてしまう。格ね。だから周囲にこいつはすごいやつだと思わせることができればいじめっていうのはなくなる。そう、変態性。そっちでか。あ、まあそうだよな。それでマウント取ってんだもんな。脱法をファックって聞いたことがある？ああ。そう、別名危険をファック。例えば赤ちゃんプレイなら精神鑑定で0歳児と判断されるレベルの行動をとれば、仮に異性に甘えてもそれはセーフと判断される。赤ちゃんが甘えるのは当然だからね。ああそうだね。何されるか分かんないよな。でも危険をファックなんて言ってもその程度のことだよ。これが危険だなんて呼ばれるところで本当の行為をしたらどうなると思う？ああそういう方になるんだ。キス。ああしかも深くてエッチなやつ。ベロ中か。まあそうだよな、確かに。もしかしてプランちゃん？私がしてあげる。私がキスしてあげるよ。どんなだったか聞かれてちゃんと答えられるの？このプリズンにいるのは経験豊富な人ばっかりよ。何せ性犯罪者なんだから。確かに。どうして？キスだね。エッチな方をするから。
一郎くんが一番乗りだ。いいよ、君にだったらいいかなってそう思うよ。うん、代わりって言ったらなんだけどさ、頭撫でてもいい？すごいこと要求されるのかと思ったけど、弟いるって言ったでしょ。だからうちの弟も坊主だったんだけど、でも君のことを弟って思いたいわけじゃなくて、なんかいい感じありがとう。うん、よしよし、いい子いい子だね、秀一郎くん。こんなん好きになっちゃうじゃん。なんだか落ち着くね。さて、してる最中に誰かが来たら大変なことになっちゃうでしょ。おう、大丈夫だよ、ここの道ならめったに見つからないから。フラグが、ここなら誰も来ないよ。ごくりもしかして緊張してる？大丈夫、お姉さんに任せなさい。少しだったら経験がありますからね。少し少し、うん、少し。ランちゃん超好きねえ、脱いで。君は露出が好きなんだよね。だったら一番好きな格好で初めてをしてほしい。私も秀一郎くんが愛したそれを受け止めてあげたいの。だからね。おお、露出綺麗な体だね。それじゃあ行くよ。はあ、目つむっていてね。これ大丈夫か？絶対そうだと思ったもん。なんだなんだ、どうした？早く来てください！変態です！誰だ？我々の目の届きにくい場所で大声を出しているのは、名乗れよ！この人が、この露出鏡が人のいないところに呼び出して私にも全裸になるよう強要するんです！何？貴様、本当か？違うと言っているが、露出の素晴らしさを教えてやるって、そう言った私に脱法を吹くわ。そうなのか？俺たちも見ましたよ、嫌がる彼女の前で平然と君顔で全裸に。そういう言葉を自分は信じられる。あ、貴様、露出狂変態クズ精神。なるほど、そうか、ついに服の重さに耐えられなくなったわけか。
こいつを押さえていろ。無線を忘れた。今特別警備隊を呼んでくれ。名前を教えたりとかね、フラグビンビンだったからな、さすがに。ただ信じたかったですけどね。無垢な童貞のバカをからかってやるのは最高ですね、花丸さん。それがわいせつ坊のしょっぷい全裸小僧だったらひとしおですよ。妹の方じゃないのか、これは。あの子を助けることで贖罪したいな。バカすぎて笑うの我慢する方が大変だったよな。キスで子供が生まれるわけねえだろうがよ、バッカがよ。あと普通犬の名前がテニスになったらかわいそうですから。私忠告してあげませんでしたか、プリズンで簡単に人を信用してはいけないって。弱いなら誰かに守ってもらえって。すごい。なぜって、そんなの決まってるじゃありませんか。ただの暇つぶしですよ。プリズンは退屈すぎてストレスと鬱憤がたまりにたまりますからね。こうして発散してるわけです。仕方ないですよね。せっかく私たちが仲間になってやろうと言ったのに断ったんですから、何されても構わないってことですよね。小沢たちをまとめてるのはランちゃんだったのね。こうやって何も知らないアホガキをたまくらかして得る快感は何者にも変えられないもんですわ。それも生きがってるタンポポ組のしょんべんくせえオスが来た来た。どうですか、大便臭いメスガキ様のやり方は。はあ、全部うっそーですよ。ブーカー、リンになってた。だよね、うん。あー、じゃあランちゃん、そうか、耳とかも。あー、うん、まあそうだよな。いや、なんかちょっとって思ったんだよな。いや、でもなんかな、前作をやってるとな、まだあれはさ、ギャグ的なあれだったけど、これ陰湿な感じになると本当にあかんねえ。私の作ったものに猛者つける機会？おかしなこと言うと爪楊枝をビャッとしちまうよ。ああ、シャリ上げ。どうなってくんだろう。
なんかでもな、悲しいですな、いろいろ。君と話してると、僕もあの人たちに目をつけられて、使い古しの上履きみたいにかかと潰されるから、ごめんね。まあそうなるよな。なんか、マスクせえと思ったら、こんなところにパパ坊主がいたのね。露出でおっちん丸出しのまま捕まったんでしょ。だっさーポコ見せびらかして喜ぶなんて、いかにもチンポポ組らしくてしょっぱい遊びよね。ああ、スーパーマンコ。私は100人以上を無知で縛り付け、性奴隷に調教した上で0721万以上を貢がせたのよ。下は19歳から上は85歳までね。ゼロいる？私はアナル開発が好きで、クソチンポどもを69人以上人工肛門にしてやったの。あんあん喘いでたんだから無罪なはずなのに、おかしいよね。露出なんてしょうもない犯罪で捕まるなんて、あんたのパパとママもさぞ悲しんでることでしょうね。裁判では泣いちゃったのかな。泣いてないんじゃないの。だってそんな育て方した親が悪いんだから自業自得じゃない。はあ、あんた今なんて言った。だよね。うん、まあそういうあれなんだろうけど。ポポ風情が一丁前に抜かしてんじゃないわよ。あら赤い女。ああ、貴様今股間に手を伸ばしたか。整列進行の最中に陰部摩擦などと何様のつもりだ。気になるのよ、男は。機嫌を抜かすな。自分についていないものを直そうとしたと言われて、はいそうですかと許すはずがないだろう。よって罰を与える。貴様は昼休憩と昼食は抜き、2時間正座して反省するように。横暴だ。いい君だな。おい、ホーケーポポフゼンが俺たちに舐めた態度取るからそういうことになるんだよ。ああ、うん、まあなあ。いやー、なんかすごいなあ。陰湿系はちょっと苦手なんだよな。先生、休憩時間に窓枠をきれいにしました。監視殿、炊飯の片付けおよび分別完了いたしました。うむ、生ゴミの片付けはどの囚人も嫌がるというのにご苦労だった。いえいえ、この程度のこと。私がしたのに。この子か。なんかいつか痛い目見るだろうな。っていうかハマり役すぎんだろ、リン。連中の大不況を買ったみたいだな。うん、いやー、何日も続けらんねえよな。でも早く朝になるといいな、周一郎。
いい感じだったんですけどね。いや、そう、ランって言われたから最初は信じちゃった。リンって言われたら、この顔よく見ました。これからどうする、周一郎。そうやね。当分続きそう。0720番、立て。は？いいから立て。無法。数時間前、貴様が脱法をファックをしていると垂れ込みが入った。本当か？嘘をつくな。わいせつ坊のシコ連合監視長はそういった下劣な行為を心底嫌っている。貴様のためにならんぞ。そうきたか。でも白を切るつもりか、股間以外の太い輩が。うってつけだよね。現に貴様のパンツには無精根がなかった。そういうことであれば陰部摩擦をしたことの証明になる。小賢しいんだよ。そうだね。貴様はこの布団を自分のままだと思い込み、バブミプレイをしていたんじゃないのか？だったらなぜこんなにシーツを履いた？ベッドを女性だと思い込むことで脱衣プレイを楽しんでいたんじゃないのか？男は女を脱がすのが好きだと聞く。嘘をつくんじゃないよ。貴様が素直に白状するまで一睡もできると思うな。